かしこまった。取引を行いましょう。はい、ご視聴いただきありがとうございます。信長の野望大使、ウィズパーピット。これは小田原製馬シナリオの、小田信夫編ですね。じゃあ始めていきます。これ、集まってたのに、あれだな、集まらなくなっちゃったね。こっちで当たったのは絶対有利だからってことで集まらないんですね。こっち回りでこの5万狙おうか。出陣せよ。うん、じゃあこんな感じでいこうか。これがあと何日？ 47 日。また武将帰ってきたね。敵が我が領内に向かっております。沼田にも来たか。1万7000。これで出陣して、ここ倒して、60何日か。先こっち倒そうか。出陣するぞ。他愛のないもの。はい、大谷さん、仲間になりましたね。そしたら、先生僕で届かないか。左が先生僕届かないね。じゃあ、あれをするしかないね。こっちと、もう、戦うことになりそうですね。まあ、とりあえず、このホイモをしのいでからの話ですね。進めていきましょう。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。かしこまりました。じゃあ金ヶ崎兵をいっぱい入れとこう。あれだ、金ヶ崎と伊賀は城作らなきゃダメだね、これね。築城、配属じゃない、築城天使4蔵に変えて、設備を、あら、こっちは強いけどね、ここら辺強くないね。マルタバナあったって意味ないよね。うん。米蔵これでいいかな。これで結構入るんじゃないのかな。うん。じゃあこんな感じで進めとこうか。そろそろ落ちるはずなんだけどね。あー、こっち来なかったんだ。へー、強行モグラ入れとこうか。待機するぞ。揺るぎません。ありがとうございます。負けるわけにはいかぬ。行くぞ。前進せよ。ああ、ちょうどあれだね。うん、ぴったりぐらいの感覚だね。おお、北条味方しますよ。手を貸してやろう。ちょうど疲れた。あと、とても顔に映るよ。貸してやろう。この城、もらい受けよう。
で、ここから先制攻撃できる？いけないか。やっぱちょっと豊臣、あれだね。横に広すぎますね。もっと早い段階でこっち攻めちゃえばよかったね、ここね。そうすればね、豊臣飛び越えていけたんですけどね。城作ろう。増設。で、設備で小道を作ろう。道路は入れるの、ここだけか。結構道路は入りそうだね、ここね。じゃあ問題なさそうかな。よし、じゃあ、進めていこうか。我が志、必ずや果たしてみせる。待機するぞ。最初次第でしょう。はい。あら、負けちゃった。籠城しとこうか。8000ぐらいか。出陣する。これでいいでしょ。これがなんか集まってきた。2万6000で集まってきた。24日。間に合わないな。こっから一人舞台。ああ、こう舞台ないじゃん。そこから一人でちょっと出そうか。あれ？2ヶ月かかるのか、結構かかるな。その間に、こいつら、あれだね、解散とかして、兵入っちゃうね。我が志、必ずや果たしてみせる。手を貸してやろう。報告いたします。先月の収支です。これより表情を行う。あ、やった、根拠力アップ出てきたね。これそのまま取れるんだね。いいね。軍事論理で51か。これにて表情を終える。これも取っとこうか。10年はいかないと思うんだけどね。かたじけなし。あ、帰ってくれたね。よかった。それなら、ここは取れないけど嬉しいね。取れるん、ちゃんと。承知いたしました。お金ください。あげます。この城もらったぞ。かたじけない。じゃあこっち行こうか。進め。こう
大丈夫だね。方位60日。待機せよ。あ、伊達の方は北条さんがやっつけてくれてるからいいね。報告いたします。先月の終始です。ご命令を。あれこれ行くとしましょう。手前で止まってましたね。じゃあこんな感じで取引を行いましょう。で、あれだね、これ、歩兵だね。はっ。そしたら、一回こうは多分すると思うんで、今月末で、今月末ぐらいでこうはするんで、あれだね、準検場建てようか。まず撤去からだね。少しは届かないか。かしこまりました。ここは落とせるからいいね。ここもどうせ関係ないね。うん。こっからしか来れないからね。1万何本あれば。届かない、届かない。一箇所しか届かないんだ。消しだね。じゃあ進めていきます。これが積み重ねた年の行為。参るぞ。じゃあ今こっち狙ってみようか。出陣する。遅れる者は斬る。容赦はせぬぞ。ああ撃ってた。うん、まあまあまあしょうがないしょうがない。飽きないよう始めましょう。報告いたします。ご命令を。あ、豊臣と同盟あと1ヶ月。とりあえず半年延長しとこう。交渉で壊しよう。あ、津原さんまだ生きてるんだ。へぇ。はこれはあれだよね。まだもうちょっとあるんだよね。16日。この日。負けるね、ここね。行くぞ。あ、でも13,500?行くぞ。16,000、あ、立てるね、多分これ。はっ。歩兵しようか。あ、もう入らないんだね、兵ね。はい、じゃあ進めていきます。我が志、必ずや果たさん。勝てると思うんだけどね。どうなんだろう。向こうのは軍師使ってるから負けちゃうかな。あ、勝った。冷え失せい。あ、これあれだ、壊しちゃうわ多分。この戦、我らの勝ちぞ。かたじけない。行くぞ。
進め。ここは勝てるんだよね。はい、そう。死にたかった。ああ、同盟金入れになっちゃったか。報告いたします。先月の収支です。これより表情を行う。これにて表情を終え。特に欲しいのないね。ゲッチ。問題なさそうだね。ここら辺取ったよね、確か今ね。はっ。じゃあ進めてみようか。我が志、必ずや果たさん。ちょっと待って。豊臣と同盟できなくなったの？へぇー。そう出るんだ、豊臣さん。へぇー。うちら兵糧ないから行けれないよ、今は。北条頑張って。手を貸してやろう。強行でいいか。使いの者が来たようです。あー、無条件の3日。まあ勝手にやっててもらおうか。ここ押さえてるんでね、あの上杉の最後の城は取れるはずなので。豊臣と戦争になっちゃうね。勢力。これ43もあるのか。は勝てないな。一覧10倍兵糧あるからね。ああ、ガモさんが死んじゃった。そしたらあれだね、同盟のガモさん、これあれ従属してくれるかな。ご命令を。かしこまった。従属してもらいましょうか。そしたらこの辺、かしこまりました。かしこまった。トイチをガンガンやりたいね。撤去、この辺全部撤去でいいかな。あ、ここも、全部撤去だ。巡検所を立てて。はっ。はっ。はっ。かしこまりました。かしこまりました。ここら辺があれなんで、宿場町と、かしこまりました。田山町を建てて。はっ。で、じゃあここもやるしかないね、撤去。はっ。かしこまった。じゃあここは茶屋町だとこうか。はっ。あと継続発展で、とりあえず継続発展して。かしこまりました。はっ。発展で施設選択、漁村を作ろう。
はっこんな感じかな、うん、これでやるしかないね。かしこまった。うん、攻めてこられるの的を攻めるんじゃなくて、少し様子を見て、兵糧はないんでね。兵糧も買おう。取引を行いましょう。遅れる者は切る。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。はい、ということでね、第9話かな、この辺で終了していきたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。